どうもトムヤンです。今回は単発実況ゲームボーイ大会詰将棋100番勝負やってみたいと思います。将棋はド素人です。でもね、大好きなんで、子供の頃からたまに友達と対戦したりなしてましたんでね、やっていきたいと思います。1994年イマジニアさんの作品、詰将棋100番勝負問題モード。はじめから、あー入門したいな、うん、入門編でいこう。入門編第1問手詰め。持ち駒なし？え？どういうことなんだこれ。持ち駒なし。あ、これはこうすればいいのか？間違いです。あ、こうか。クリア。あー、一手詰め。30秒かかりました。 GFH って何？なんか暗号か、パスワードか。入門編第2問目、一手詰め。はいはいはい、一手詰めね。一手詰めはクリアしたいな。これはどういうことなんだろうか。あ、これはこれで鳴ったらいいのか。間違い、あ、違うの？あ、ここで鳴るか。え、違うの？鳴るっていうのできない。 B ボタンか。え、わからんぞ。あとはもう、え、ここしかないじゃないの。間違い始めから。あらまあ、どういうことですか。え、鳴るっていうのが、ああ、なんだ、やっぱり鳴るのがね、L ボタンで鳴るみたいですね。なんだそれ、難しいわ。JJJ だって。パスワードが JJJ って面白いな。一手詰め、はい。操作覚えたんでね。鳴るときは L ボタンで押すという。あ、これはもう、これで L ボタンじゃない？オーケー、クリア。どんどん行こう。第4問一手詰め。はい。香車が効いてます。香車効いてても別にな。手詰め、これはもう角で鳴ったら終わりじゃない？オッケー、オッケー、オッケー。もう一手詰めはいけるんじゃない？将棋好きの皆さん、優しくコメントお願いします。一手詰め。歩を使ってだよね。だからこう飛車を下ろすのか。 OK。 だってもう飛車と歩しかいないもんね。味方が。これは簡単でした。入門編卒業するまで行きたいね。もう第6問どんどん行きますよ。桂馬か。これは味方を使う。やっぱりこの詰将棋は味方を使う。これこうだね。え、間違い？今のどうやって、あ、そうか、桂馬が取られるからか。
わからんぞ。じゃあ桂馬が鳴るしかないね。あと消去法でクリアできました。そうか、桂馬取られたら逃げられるもんね。入門編第7問、時間は変わらず1分。うー、何これ。あ、持ち駒がある。え、持ち駒どうやって使うの。あ、こうか。初めて出てきた持ち駒使うタイプ。持ち駒使うんでしょう、これは。ここに押し打ったらどうかな。これでいいんじゃない。よし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 。敵の相手の飛車が効いてるけどね。王はもう逃げられない。よしよしよし、持ち駒出てきましたね。第8問。あ、また持ち駒。これもう持っといたらいいんじゃない。一手詰めだからね。持ち駒使うんだけど、どこに打つかってことか。強者がいるからこっちに打てばいいんじゃない。よーし、詰将棋が何たるかをまずね、一手詰めで勉強するという。一手詰め、もう一手詰めは持ち駒使うという予測のもと、飛車が効いてるから後ろには逃げられませんと。あ、でも前にも銀が効いてるからこうかな。で、これでこうだ。よーし、これ金でも取れない。取ってもね、飛車が効くからっていうことか。ちょっと難しくなってきたね。金の方だと金で取られるからね。オッケー。第10問一手詰め。持ち駒持って、角が効いてますか。これここに打つのかな。ここに打ったら終わりじゃない。やっぱりね、早い。10秒で取れたぞ。あ、攻略おめでとう、ありがとう。入門編一手詰め攻略やったなんだこの駒の人かわいいな。初級編第1問3手詰め。3分、3分ももらえたらもう3手詰め、うん、あ、これ角も効いてるんだね。もうこれ飛車取るけどな私だったら飛車取るけど、これ詰将棋の基本って王手し続けるんだよね、違ったっけこれ3手もう桂馬で王手したらいいんじゃないの。違うのかな。どうなんだろうな。これ銀で飛車を取って王手、間違いです。これで間違いです。あ、なってもダメなのか。間違いなの。持ち駒使ってみる。こうだ、間違い始めからダメか。もうこの辺が私の限界かな。一手詰めが、いや、いけた。3分どころか
20分かかりました。あの詰将棋のルールが分かってなかったんだよね。3手詰めで必ず1手目王手しなくてもいいんだね。それが分かってませんでした。さあ1手目王手しなくていいというね、持ち駒なしですか。で角と飛車のみ。どうしたらいいんだこれ。桂馬とか取らない方がいいのかな。これはここじゃない。あ違う。王手しなくてもいい。どういうことなんだろうな。桂馬が効いてるしね、ここにね。ここがポイントだよな。こうか。合ってた。3四玉。え？どうするんだこれ。こうか。これでどうだ。ほらやったー。 風で取れないもんね。クリアできました。嬉しい。もはや私の実力は1手詰めですけど、3手詰めいけるとこまで行こう。なんだこれ。持ち駒銀。香車が効いてるんだよね。かっこいい。こっちはもうこの塔に任しておけばね、逃げられないから。問題はこことここが逃げれるっていうことかな。特にここだよね。そりゃいいんだこれ。これ風が鳴る。間違い。そうか。銀ここに逃げられちゃうよね。銀を打ってみるか。違う。難しい。素人には難しいです。角がどっかに移動して香車を利かせて。わからんな。ギブアップです。難しい。リセットしよう。ということで詰将棋100番勝負11番でギブアップでした。いやーこれ将棋好きの人はね、楽しめるんではないでしょうか。なんかギブアップコマンドとかあったらいいのにね。そしたらどんどんギブアップして答えだけ見て覚えるということもできるんですけどね。これからもちょっとね、少しずつ将棋を勉強していきたいと思います。それではまた次の将棋ゲームでお会いしましょう。さよなら。